五十刑事記入彦命伝承母の歌美母五十、刑事記入彦命は、危機に伝わる古代日本の皇族。日本初期では、五十刑事記入彦命、五十刑事記命、五十刑事記巫女、古事記では、印色入彦命と表記される。第十一代水人天皇の巫女で、第十二代、慶光天皇の同母兄である。石上神宮神宝に関する伝承で知られる。 日本初期、古事記によれば、第十一大水人天皇と五皇后のひばす姫命との間に生まれた御子である。五十刑事期入彦命は、長兄で、両書では、同母弟前として、次の四人が記載される。日本初期では、五十刑事期入彦命に関して、次の辞跡が記載されている。石上神宮古事記、水人天皇団では、印色入彦命は、 結晶地、や山池、草加の高津池を作ったという。また、鳥取川上宮にて、立ち仙口を作らせて、石上神宮に収めたほか、道具にて川上部を定めたという。五十景時期入り彦井の中旅墓場は、宮内庁により、大阪府仙南郡三崎町丹の輪にある、うたび墓に事情されている。宮内庁上の形式は、前方公園。 遺跡名は、丹野は二三在古墳で、墳丘丁200メートルの前方公園墳である。五十形式命の墓について、日本初期、古事記に記載はないが、延長5年成立の演技式書領量では、歌美保の名称で記載され、泉国姫軍の所在で、超域は東西三頂、南北三頂で、四個三煙を伏すとした上で、東馬下に分類する。 これに先立つ自刀天皇五年には、有効の王の墓には三個の主営度を設けるとする、御事のりが見えることから、この頃に、日本初期、古事記の編纂と、並行して、定期や、旧時に基づいた墓の指定の動きがあったと推測する、説がある。またその際には、日本保高墓、彦一世の命墓、五十慶時期入彦葉墓、都道地、イラツコ墓をして、山戸国の四 イタリを形成する意図があったとする説もある。しかし、中世には荒廃して所在が失われた。明治7年に、泉州市の記載に基づき玉田山に定められたが、明治13年に、現在の墓に改められている。なお、現墓について、泉市では木こ弓の墓としている。稲葉神社の社殿によると、五重慶時期入彦命は、朝廷の御事のりを受けて、 欧州を平定したが、同行した、陸津守豊駅が五十景時期入彦命の成功をねたんで、命に、謀反の心ありと残走した。そのため、朝敵として攻められて、同地で撃たれたという。さらに、夫の死を知った日の邸のし姫命は、遠離れてこの地でおたをしたい、朝夕ひたすら命の御霊を慰めつつ、生涯を終えたという。ありがとうございます。